学生野球のシーズン締めくくりとなる明治神宮大会。東京六大学代表として決勝まで勝ち上がった慶応大学、勝てば六大学初の4冠という快挙です。1回いきなり試合が動きます。2番萩尾がバントの構えから一転、強打。打球はぐんぐん伸びてスタンドに。これが歴史に残る壮絶な打ち合いの幕開けとなりました。3点をリードした慶応ですが、5回ツーランホームランを浴び1点差に詰め寄られます。そしてその後もノーガードの打ち合いが続きます。6回ヒットと2つのフォアボールでワンアウト満塁のピンチから痛烈な当たりが深々と左中間へ。走者一掃のタイムリーツーベース。この回10人攻撃を許し9対5と逆転されてしまいます。消えかかる4冠の希望。それでも諦めない慶応は広瀬、照明灯に火が灯る中、カクテル光線に照らされた白球は優勝への思いを乗せてバックスクリーンへ一直線。この後も追加点を挙げた慶応、1点差でついに9回を迎えます。ワンアウトで2塁に同点の、そして1塁に逆転のランナーを置いて、第1打席ホームランの萩尾。渾身のスイングもダブルプレーコース、万事休すかと思われましたが、捨て身のヘッドスライディングで1塁に残りました。まだまだ終わらない大学日本一を決める頂上決戦。そしてツーアウト一三塁から運命の大飛球がライトへ。しかしあとひと伸び足らず、4冠の夢がついえ泣き崩れる慶応ナイン。そして優勝した中央学院も負けて泣いて勝っても泣いて、3時間半を超える死闘を戦い抜いた両チーム。中央学院は慶応が集合写真を撮り終えるまで胴上げを待ってくれました。神宮の秋風が涙を乾かせ、最後はこの笑顔。東京六大学代表慶応義塾大学、堂々の準優勝です。江東区で行われたパラスポーツ競技体験会。障害のある人たちに実際にパラリンピックなどの競技を体験してもらうことで、隠れた能力が覚醒する可能性を探ることが目的です。このイベント参加がきっかけとなって、東京パラリンピック日本代表になった選手が4人もいます。パラリンピックを目指す方を掘り出そうと、発掘しようというところで始まってますね。皆さんこの競技の様子を見ていただいて、ぜひ気軽にまずは参加していただければと思います。今日はボートとスキーと柔道に参加しました。普段生活していてこう触れることのない競技が多かったので、それをこの今日1日で3種類もできたので、すごいそれは良かったなと思いました。私の子供は視覚障害者なんですけども、障害者の方の運動できる環境っていうのはまだまだ限られているように感じてまして、こういう活動を利用させていただくことによって子どもの成長の幅が大きくなるのかなっていうのを感じさせていただきましたので、ぜひ皆さんもきっかけありましたら参加されることを検討されたらいいかと思います。未来のアスリートたちが自らの可能性を信じて懸命に頑張る姿を優しく見守る家族とスタッフ。ひたむきにボールを追ったこの日、今回参加した選手の中からまた未来の日本代表が誕生するかもしれません。将来は卓球でパラリンピックに出たいです。金メダルとか欲しいなって思います。